フランス電子工学、計算機科学校は、フランスの理工系グランゼコール。フランス計算機科学、デジタル技術総合工学校と呼称される場合もある。1936年、無線技術の需要の高まりを背景に、フランス無線学校がパリ市で創設され、商船隊の運用に関わる技術者を多く育成した。イフルは、 第二次世界大戦後の1945年にグランゼコールとしてフランス政府に認可された。以降、より専門的な無線技術の研究、教育を担うようになり、やがて電気工学、通信工学全般にまで分野を広げた。1972年、イフルを卒業したベトナム系フランス人の工学者、アンドレ・チュオン・チョン・チーがマイクロル・エヌを設計。チュオンは現在も フランスにおける計算機の父とみなされている。教育における計算機科学の比重が増したことから、1973年に、イフルは、フランス電子工学、計算機科学校に改称された。1987年、学生数の増加に対応するため、キャンパスが、パリ市内から、同じイルドフランス地域圏のバルドマルヌ県にある、ビルジュイフ市に移転された。イフレと、 専門分野が共通する高等計算機科学、通信工学大学と協力協定を結び、2017年に石がてと統合して、イフレパリに改称した。2017年、高等計算機科学、通信工学大学と統合して、イフレパリに改称した。ABCD History イフレパリ。ありがとうございます。